ダメなんだ。じゃあギリギリもうぶつかって残るとしてもダメだな。そうするああダメだった。スパイダーロボがロボスパイダーだ。やられちゃったね。そういえばさっきね、なんか設計図ゲットしたんですけど、なんだろう。これか。よんあれなんだっけな。あ、狭い範囲でスパイダー。まあこれはさっき、まあゲットしたやつかな。これ何の設計図をゲットしたんだろう。まあいいや、とりあえずこれ解除していきましょうか。で、振動を上げるやつですね。これでダメージが増えたのか。まあ、とりあえず、レーダーとかも今後アップデートできるかな。なんかね、そういえばアップデートがされたんですよ。なんか穴に敵が入らなくなったっていう情報らしいんですけどね。まあ、それでもちょっとなかなか生き残るのは大変ですけど。まあ、じゃあ引き続き頑張っていきましょうか。なかなかね、いいやつが出てこないんですよ。せめてドローンが出てきてほしいんですよね。ドローンが出てきたら無双できると思うんですよ。お、いいね。2か。で、なんかね、結構最初の動きが遅くなったような感じがするな。とりあえず動きもね、最初上げていかないと。とりあえず10だから、どうしようかな。弾攻撃を上げておくか。で、次。ああ、結構いいな。この攻撃。この先にある感じかな。あ、ここまで来る。すごいね。よし。いいの出てるね。とりあえず、これがドローンであることを願う。あと、動き遅いな、本当に。ちょっとここに置いといて。で、これで回収。なんだ？お、試験レーダーか。まあ、周囲のやつがアップできるのはいいけどね。じゃあ、移動速度上げて、あと、ここら辺も上げてってだね。なんかアップデートされて移動速度が遅くなったのかなというか、結構入り口のやつは全部壊されるんだな。お、そこか。まあそれもいいけどね。資源レーダーか。下ね。で、上か。戻らんと。結構奥まで来ちゃったね。いやー、最初の頃ちょっと厄介かもしれんな。あと、ロボットの耐久度上げたいな。F で移動速度を上げてあるから、どうしよっかなー。うん。まあ、無意識に相手しちゃったけど大丈夫だろ、これね。いやー、なかなか難しい。精度がね、上がるのはいいんだけど、掘るのが大変になるな。多分、小くらいのスペースだったら、なんか簡単に掘れちゃいそうな気がするな。結構あるね。で、下か。あ、これはなんだ。銃はそんなに欲しくないから。戻るか。ねえ、なんか、銃とかそんなに解放して意味あるのかなって感じなんだけど。まだ勉強中ですね、そこら辺は。まあ、とりあえず、まあ、資源を調査できるのはいいか。じゃあ今日は上に行きましょうか。最近上だっけな。よし、次の頂点あったね。で、4、中華。入り口のは、まあとりあえず取っておこう。いやー、入り口のはほとんど壊れちゃうね。その衝撃波でも、だけでも。お、いいね。ドローンであってほしい。あと資源の調査は？よし。なんだろう、この丸は。ドローンだったら結構嬉しいな。まあ、タレットでもいいけど。なんだい？オーバードライブか。まあ、悪くないけど。とりあえず、空のを先に倒して。よし。で、レベルアップは次は、どっちしようかな。とりあえず攻撃と移動速度は上げておきたいから。まあ最初奥に行くのをシフトキーで速くすると効率いいか。で、なるほどね。そこら辺にあるわけだ。もうこれが奥かな。お、まだ下にもある。で、吸って吸って吸って落とさないように返して、上下上下ってやってると効率いいかな。まあ関係ないと思うけど。よし、とりあえずこれ入れて、よし、次はちょっとね、武器のレベルアップしようか。まだ、いや、もう取ったな。武器の、まあ、最低レベルアップして、あとは、ここら辺は関係ないし、まだゲットしてないしね、資源レーダー。20% を起動する。これ上げとくか。後々使えるかもね。よし。どうしようか。そのまんま上に行って敵も出すかと思ったけど、いいね。またあるわ。で、4番で、お、異常値1か。で、そこにあるわけか。まあ、入り口のやつは後でいいか。この奥はいいね。こう部屋みたいになってると鉱石系とか丸系がね、あることを願って。こういいね、丸系。お、シフト押すの忘れてるわ。で、なんだい。あ、タレットか。タレットか。まだちょっと起動は早いな。で、上のカトンボを倒して、カトンボじゃないな。あれ、なんていう感じだろうね。卵を抱えてる虫みたいなイメージだけど。さあ、じゃあ次、ここら辺を回収して。お、上か。なるほど、いいね。まだまだね、宝石は取り切れてないからね。お、下と上か。いいね。お、ここら辺は次の探知を3か。まあこれぐらいにしといた方がいいかな。あ、しかし範囲長いな、これ。初めてレベルアップの効果見たよ。よし。結構あるね。こう、回収して、2回分くらいありそうだな。まだ20ぐらいしか作れないから。OK。これで。あ、やっぱりここ入らなくなったんだな。石が。よし。ちょっと待ってね。どうしようかな。ここら辺をアップグレードしとくか。次は緑色の石が必要か。次はどんなエリアだなんかね、エリアごとに決まった鉱石があるとかってあるんかな。そこら辺攻略とか見てないからわからないんだけど。よし、ここら辺は適当に打ち返して。弾を打って、ホーミングみたいな。そっちか、空のやつ打ってほしかったな。2番でダッシュ。いいね。で、遠くから、チクチクと倒していく。空に浮かんでるやつを倒してきたら嬉しいって感じかな。お、もういないのか。地面のやつか、あとは。いや、まだあるか。まだね。大丈夫なフェーズだから。あとは地面か。いや、意外といたな。で、狙って、結構散らばるのも少なくなったのかな、アップデートで。まあそこら辺詳しく見ないとわからない。さあ、小部屋じゃないことを願って。お、まあショーだけどいいか。いいね。結構、莫大の威力上がったな。なるほど、そこだね。で、異常は1か。で、回収して戻って。このテクノロジー的なものでアップグレードできるものはまだちょっと分かり知らないな。この先ね、骸骨くんじゃないこと願ってる。ショーだったっけこのエリアは。上か。作って、奥へって行った方が正解だね、おそらく。ああ、これは武器だな。帰ろう。まだ武器の、ね、正確な効能を知らないからな。どうしてか、まあ、次のエリア行くか。レベルアップさせたいけど、グリーンか。これは、何の鉱石ゲットしたらいけるんかな。オーバードライブも。まあ、タレットはちょっと、威力上げよう。おお、いいね。最大数が10に上昇。あ、5から10に上がるんだ。いいね。どうしような。ダメージ受けよう。いろいろやりたいことあるけどな。よし、緑であったし。で、そうだな。B でタレット設置しとこう。ね、武器の威力が上がったのは恩恵使っていかないとね。で、もう倒してくれるんだろう。あれ、倒してくれんか今補充してるタイミングか。まあいいや、タレットが使えるんだったらどんどん使っていきたい。やっと次のレベルアップできるな。こういう時ちょっと爆弾が欲しいと思ってしまうな。いやー、でも結構、ね、本体のレベルアップって重要だね。手前のやつ壊さなくてもいいとは思いつつ、もうちょっと下で作って。よし。おお、結構壊れたね。この吸う効率も上がったのかな。あ、レベルアップしよう。その前に。F で。マシンガン。よし、アップできるね。まあここら辺は石はあるけど、そのノーマルの鉱石をどんどんゲットしていかないと。お、なんだこの設計図は。で、誘導強化装置。行動台の動きを加速したドリルの性能。スパイダーの周りの小さな範囲を増やす。なん、どういうことだろう。あ、本人の動きが速くなるのかな。あ、もうこれでおしまいか、このエリア。早いなぁ。まあじゃあ。アップグレードのところにあるわけじゃないよね。あ、そういえば、まだ骸骨くんは見てないんだ。お、いいね。近場にあるか。どうしよう。ボスが出てきたときは、ここで戦うか迷うな。年に一度はそこに降りて風呂に入るんだ。一週間は皮膚が痒くなる。なくなる。一週間はって。さあ、来たね、敵が。お、どうしようかな。迷うな。もう一つ上にもね、穴があったね。こう、わざと散らして。そのでかいのを倒してくれるかな。お、倒した。強いね、やっぱり。弾の威力上げると。さあ、じゃあここはなしか。まあ、石をゲットするところなんだな。まあ、テクノロジーはどんどんね、追加していかないと。いや、今の落としとくのが良かったか。順番的に考えれば。衝撃波で入り口のは壊してくれるから。よし。いいね、稼ぎポイント。もうちょっと武器の威力を上げるか。よし、ちょっと戻るか。おー結構な範囲だね。あ、でもよく考えたら表面しかできないのか。で、次はどうしようかな。武器の発射レート上げるか。回収、どんどん回収するよ。この掃除機のアップグレードってないのかな。回収能力上げるとか。そういうのは普通のやつしかないのかな。おう。どうしよう、シフト使うか。いや、戻るのに使いたいな。よし。じゃあシフトで使っていく。パワージェット。ああ、ギリギリでゆっくりだ。で、下にちょっと移動しようか。弾は撃ってるけど。おお、いいね。2匹撃っていった。どうしようかな。ここで籠城したいんだけど。まあ、一つあればいいか、タレットで。いやー、強いね。タレットが強いのかな。で、レベルアップ。やっぱり移動速度上げとくか。でも、次のエリアには行きたくない。まだ早い。よし。これで、ドローンを発見できたら嬉しいことよ。そうか。お、いいね。ドローンの可能性が出てきたよ。まあこれ拾ったらそうだね。回収できなくなっちゃうからな。なんだ、爆弾か。爆弾か。じゃあちょっと奥で使うか。3分か。いいくらいの時間だね。頃合いとしては。で、こう吸ってって。そんなに出たわけじゃないな。まだ奥ある。吸って吸って。ケースって。おー、来たね、次の。どうしようか。シフトでいっか。まあ、シフトで行かなくてもいいかな。怖いね。外して。下向かいながら敵倒していくか。こっちにわざわざ来てもらおうか。なんか節約というか、ケチというかな。戦い方がそんな感じだな。あ、もう終わり？早いなぁ。しかもまだ全然だ。全然耐久力もあるしな。どうしようかな。まあ、ちょっと、溜まってきてから鉱石のレベルアップして、タレットのレベルアップは次は、発射頻度が上がるのか。真ん中上げてって、まあ、ボス戦の時に使っていこうか。で、ここからまた回収して、まだ爆弾生成できてないんだな。あー、まだダッシュも解放されてないしまあいいけどね。さあ、上の方ではあ、もうなさそうだね。どうしよう、あと1分。あ、そうか。エリア境に行って、で、敵を引きつけてこれば、いいっていう感じかな。だから、境は、あ、いいね。上行って、3番、2番だね。ダッシュして、もうそろそろかな。で、降りて。とりあえず下に下に行って移動していけば、勝手に、パレットがあるから、壊してくれるはずだけど、やばいな、これ。やばいな、本当に。どんどん削られていきそうな雰囲気だぞ。よし、いいね。3番で降りて。よし。じゃあ、ここ、下で、両方から来るのを耐えれば、勝てるはず。おわー。とりあえず弾を撃ってこう。あー、どこに行ったんだ、弾。これはやばいぞ、かなり。ダッシュで上やって。あ、もしかして入ってこれないなわけないよね。おー、怖怖。あー、やばいな、これは。3番で F で回復。あるね。あ、なんかバグった感じ。ああ、いいとこまで行ったのにな。破壊されちゃったね。いやー、でも1万ぐらいは溜まったか。今、これか。なんだ。行動内での動きを加速したドリルの性能をスパイダーの周りの小さな範囲で増やす。はあ。加速したドリルの性能を。はあ。どういうことだろうな。吸引してくれるの。まあ、面白い効果なのかな。あ、なんかレベルアップできるね。どうしようかな。これに使うよりもうちょっと貯めていった方がいいか。そうだな、もうちょっと容量増やすか。ミサイルの攻撃上げるか。そうだな、耐久力も上げたいしね、いろいろ上げたいところでもあるな。結構これも、いい感じだから、ね、さっきのたまんと、うまくいってる感じが、だから、この耐久力か、この時間の延長させるか、どっちか、じゃあ次やっていこうかな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは、ゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければ、チャンネル登録、高評価も押していただけると、動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。では、それでは。